はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。です、はい、今日はこちらでございますね。先日ですね、プラレール博 in 東京2014に行ってきたんですけれども、その時にですね、お土産を2点購入してきましたね。うん、まず1点目がこちら、有害者クリアカラーっていう貨車だね、これね。中に、トミカを入れられますね。そして2つ目はこちらですね、 C62 3号機蒸気機関車ですね。うん、早速開けてみましょうか。うん、よいしょ。はい、こちらが有害者クリアカラーですね。うん、ここにプラレールのロゴが入ってまして、これはスライドさせて開ける感じですね。うん、それトミカを入れる。そうトミカですね。蒸気機関車も開けよう。はい、こちらが C62 蒸気機関車ですね。おお、やっぱり黒い蒸気機関車かっこいいね。はい、そしてこちらが C62 蒸気機関車の客車ですね。スハシ441って書いてあるのかな。屋根はこんな風になっております。はい、こちらがですね、我が家にもともとありましたデゴイチ D51 蒸気機関車ですね。比較してみるとこんな感じですね。顔はちょっと似てる感はあるけど、そして、横はこんな感じですね。下が D51 です。うん、よし、じゃあこれ電池を入れて発射してみましょうか。はい。よし、それではあやしんくん発射してみてください。はい。おい。走った。あ、C62 もデゴイチも、あれね、同じぐらいの速さだね。うん、D51 やっぱり電池がつくからいいよね。デゴイチの交尾車両に運外車乗せたね。あ、本当だ、デゴイチ光ってる光ってる。トンネルだって、あー、トンネルくる。あ、トンネルかっこいい。出てくれたぜ。かっこいい。うん、出たぜ。シューン、嫌な D51。 あ、C62 の方が早いか。追いついてきちゃったね。うん、あー、D51 だっけ。ここ見てて、ほらね。ということで今回はプラレール博 in 東京2014で購入してきました、C62 蒸気機関車と運外車でした。